皆さん、こんにちは。本日はエンターテインメントおよび政治ニュースのチャンネルとともに過去25時間のハイライトをいくつか見てみましょう。この状況でもコロナ感染者ゼロと発表しミサイルを撃ち続ける北朝鮮。そんな中、3年前に発覚したクーデター計画の詳細が明らかに。そこには。 国家の中枢に関わる人物が、キム・ジョン・ウン暗殺・それは、決して口頭無形な話ではない。2017年5月、北朝鮮の国家保衛省がある声明を発、しかし僕ククネは、その後、不祥事で弾劾されて力を失い、支援要請に応えられなくなった。北朝鮮のクーデターグループは自分たちで資金を集めたの。実行直前になって作戦が発覚して、 中止せざるを得なくなったんです。こうイカドどそれ以降、暗殺作戦について語られることはなかった。だが、ごく最近、韓国でこの幻の計画に、再び光が当てられた。自らも脱北者である強敵、強鉄艦北韓戦略センター代表が、脱北者の証言から驚くべき事実を入手したのだ。それは、北朝鮮の国家保衛省に、 金委員長を除去するためのクーデターグループ型というものだった。国家保衛省は1973年に国家保衛部として発足した機関で秘密警察と防衛を任務としています。いわば北朝鮮版の CIA のような組織です。つまりクーデターを死亡したのが情報機関の職員だったのです。しかも交換級を含む15人が加わっていたことが わかりました2017年、米韓による、金正恩暗殺作戦を発表し、避難したのが、まさにこの国家保衛省だった。実は、金正恩暗殺作戦を主導していたというのである。当時は公にはされていなかったが、保衛省のクーデターメンバー15人は逮捕され、トップの金本博国家保衛省が解任されるなど、国内では大々的な粛清が、すでに行われていた。 金元博元保衛省は処刑されたとも政治犯収容所に送られたと言われてます。クーデターを企てた15人は処刑され、その家族も収容所送りになったといい、それこそが暗殺作戦の存在を知らしめるものだった。関連記事、国境封鎖中の北朝鮮コロナ患者ゼロと主張するも実態は元韓国国防省。 北朝鮮情報分析官のヨン四ョル氏がその全貌を明かす。声明にはこう処れていました。我々の最高指導者を暗殺しようとすテロリストを摘発したテロリストには米 CIA と韓国国家情報院が深く関わっていた。この声明で北米韓に謝罪を求めています明らかにされた暗殺作戦は以下のように詳細で具体的だった。 CIA や国家情報、ロシアのハバルフスクに森林伐採作業で派遣されていた北朝鮮人労働者、キムボウに複数回にわたり接触、スパイ化教育を施した。キムボウは北朝鮮に帰国後、キム・ジョンウに委員長の暗殺を拡作、放射性物質や毒物を含む極小の化学物質の使用を計画し、さらには軍事パレードなど主要行事の最中に、 爆弾による委員長暗殺を図ろうとした。この作戦は2014から2015年に建てられたものです。当時、韓国のボ国政権は南北経済協力をすかに、金正恩政権のレジームチェンジ、体制転換を画策していたのです。北朝鮮内には、米韓がクーデターを仕掛ければ、それに抗応するグループが存在しています。